今年を振り返るときファンとの握手会が最も印象的な思い出で、雨の中大勢のファンの方が来てくれ感激のあまり涙したこともあったと頬を強調させながら語ってくれました直子さんです。そのキャンペーンが見事に実っての金賞受賞です。嬉しいでしょう。金賞受賞曲、唇のプライバシー。私なら何願いだって信じてるはずだわね。あなたも張り出さすような口づけの後、窓の外気まずさも逃がしたの。愛っていつだって一番悲しい。まずは2組の方に歌っていただきました。はい、直子ちゃんありがとうございました。今年は音楽的な意味でも大変成長目覚ましかったという評判の直子ちゃんですけど、ご自分ではいかがですか？そうですね、初めて海外レコーディングをさせていただいたりして、うん、本当になんか音楽面で充実できた1年だったと思います。とってもその録音の時に楽しいことがたくさんあったんですって？もうなんかこう音楽仲間というか、うん、もうやってらっしゃる方がみんなこう音楽が好きなんだっていう姿勢がこう伝わってくるんですよね。はい、もうそれを見てやっぱり歌手になってよかったなというか、うん、これからもっともっと音楽っていうものを勉強していきたいなと思います。はい。